ラジオコンプレックスブラザーズ、ラジオコンプレックスブラザーズ、RCB ラジオコンプレックスブラザーズ。大和工房サウンドクリエイターの大和凛です。大和帝国脚本演出家のインカレーションです。メリークリスマス。メリークリスマス、イエーイ、はい、イエーイ、うん、エンドハッピーニューイヤー。はい、終わり。コミケの前にね、クリスマスなんてそんなね、チャラチャラしたこと言ってられないんですよ。そうだよ、こっちゃバカバカだよ、バカねえ。クリスマスなんて平日なんだよ、バカ。何にもねえよ、タコ。クリスマスは家族と過ごすです。そういうこと、ね、関係ない。ただね、思うことがありますよ、ここ数年のクリスマスについて。はいはいはい。あ、僕久しぶりに出ますね、インカレーションです、どうも。あ、はい、1ヶ月ぶり。あれ、なんですか、震災後ぐらいからですかね、うん、なんかおとなしくない、クリスマス。ん、おとなしいっていうのは何がどうおとなしいってこと。なんかさ、そんなに、え、あ、君が、いや俺がじゃねえよ。俺はここちょっとだけだよ。あの一人で沈んでくのよ。そうよ、そうよ、そう。な、悪かった、俺が悪かった、俺が悪かった、一人で沈んでくなよ。そう、そうだな、ごめん。いくら彼女から振られてしばらく、まあ、経ってね、傷が癒えてないとしても。ちょっとハンカチ持ってきて。あれですよ、おとなしいって。そうだ、世間もそんなに騒げてないし、なんかイルミネーションとかもさ、そんなになんか派手じゃなくなってない最近。あの増加の一途をたどってたのが止まったイメージは確かにありますね。そうだよね、ピタッとなんか止まって、そこから平行線なのか緩やかに下降してるのか分かんないけど、その代わりなんかハロウィンがドンって来てるよ、なんかね。その代わりハロウィンの時にさ、はい、仕事帰りにさ、はい、頭から血流してる子とかさ、はいはいはい、なんか目元真っ黒になってて、どこに目がついてんのみたいになってる子とかさ、はい、痛い痛い、なんかこう得体の知れない子、なんかもう体あちこち傷だらけみたいな人がさ、電車とかにいっぱい乗っててさ、うん、いるいる、なんかちょっとギョッとしたのは覚えてますけど、確かに例年見るとそういう人口が増えてますね。で、ちょっとインカネーション考えたんですけど、なんでだろうと。はいはい。クリスマスってなんだかんだみんなで騒ぎづらいのよ、なんかあれ。こう。なんかしっぽり恋人たちのみたいなさ。あー、なるほどね。だからハロウィンってなんかお祭り騒ぎっぽい感じがするじゃない。そうだね。だからあっちの方が盛り上がってるのは確かにそうだなと思う。で、あー、なるほど。で、っていうことだよ。イコール。うんうんうん、ピンのやつが結構多いんじゃねえかと、ここ最近。ソロのやつが、あ、ソロでハロウィンではっちゃけてるやつ、はっちゃけてるってだけど、クリスマス誰も別にいないからみたいな、しょんぼりみたいなのが多いんじゃないかと。だから僕は一人じゃない。一人じゃない。それは一人。それは一人だから。毎回やるけどこのネタ。はい。そんなクリスマス初感です、私の。最近どうすか、コミケ。これが出る頃はあれですよね、公開の頃は。これクリスマスの日に公開なんだよね。今頑張って作ってますね、ええ、なんかクリスマスプレゼントはもらえましたか。まあそうね、クリスマス兼お年玉兼みたいな。あ、まあでも買っていただきますけどね、クリスマスプレゼント。その辺の話も今日は最後していただけるということで、はい、よろしくお願いします。楽しみにしてます。はい、ということで RCB 28th Complex メルティブラッド、ステイチューン。メルティブラッド、覚醒せよゼガイア、解放せよゼガイア、チェンジガイザー。腕のリミットブレイカーが輝けば、君もハイパーゼガイアに変身だ。迫力の必殺サウンド、ゼガイアハイパーガジェットシリーズ。改めまして、ヤマトリです。改めましてインカレーションです。メールが、うん、来ていません。まあまあまあ、僕は一人で喋ってましたからね。そんな時もありますね。君がいないとこの番組は成り立たないよ、やっぱり。そんなことない、そんなことない。でもね、はい、恋部のスマイル数はいつもより多いんですよね。ああ、サイレント
リスナーの評価は高かったと、はい、うん、サイレントメビウス名作ですね朝宮キア先生の置いといて劇場版も見に行ったけど置いといてコミックス版も置いといて、あ、掘り下げちゃったよ、長いんだよ、掘り下げちゃったよ、話をし始めると好きなんだからサイレントリスナーさんが多いですからね。そうですね、サイレントリスナー評価は高かったみたいです。多分エンディングの今週のセクシーだと思います。前回のこれ今回28回久しぶり聞いたとか、あ、前回聞いてないって人はぜひ最後の1分でいいから聞いてくださいマジ超面白いですからあれでしょ、自分でやっといてこれ面白いから早く聞けってみんなに言ったの分かったでしょ。そう珍しいんだこの男が。あの歌とかを聴けっていうのはよくあるんですけど、ラジオやったから聴いてくれってのは結構珍しくて。そうっすね。そう、なんだ何やったんだろうと思ったら、まさかあんなことするとはね、一人でセクシーなんか一言も二言も俺にあるとかなんとか。いやそんな別に喧嘩腰じゃないんだ。いやニュース見ててさ、 はいはい、あのこれ何なんだろうと思って、うん、なんでヤマトリン先生にね聞きたいなと。おお、演歌歌手の方がはい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 、いて、はいはい、平浩二さんだったってやつだ。あの歌詞をこうミスターチュードレンから丸パクリしちゃいましたみたいな問題、まあ、平浩二さん悪くないんだ、作詞家の人が悪いんだけど、知ってる、結構調べた、そんな調べてない、まあ、軽く知ってるぐらい。今までさ、なんだパクリだうんぬんみたいなの話ってさ、うん、パクリ疑惑じゃん大体。まあ確かに、ちょっとフレーズ似てるからぐらいじゃん、うん、もう丸々なんだ。出会った日と同じように霧雨降る夜みたいなのにしてるのもう疑惑とかじゃないわけよ、うんうん、聞いてなきゃ出せないフレーズなのさ、はいはい、かぶっちゃうところもあるかもしれないけど、まるまるパクる心境が分かんなくて、うん、で結構60、70近いベテランの作詞家の方なんだよね、こうやっちゃったのが。何なんだろうと分からなさすぎてて、え、あ、まあ、こういうバカなことするやつもいるんだなって思って、スーッと俺の中では素通りしちゃったあれ件なんですよ。これ実は双方で話題になってて、うん、で僕よくラジオ聞いてて、はいはい、伊集院光のラジオ聞いてるじゃない、うん、伊集院光のとか、ね、そう、深夜のバカジェから聞いてて、伊集院光さんの方が言ってた話が面白くて、はあはあ、この作詞家の人は名前は出てるけど、どうやら作詞は弟子にやらせたりとかするパターンがある。ああ、ありますね。弟子が師匠にめちゃくちゃもうゴーハラで、もうこんなとこやめてやるよ、最後に丸パクで作ってやるわみたいな、こいつどうせババだから分かんねえだろみたいな感じで作って通しちゃったみたいなそういう説みたいな。でもさ、それをさ出したレーベルもさ確認しなかったのかっていう話だよね。音楽業界でさ、そのなんていうの、そう、音楽の出入り口をやってる人間なわけじゃない。はい、そういう人間がさ、ミスター・チルドレンの曲知らないってのは、それはもうモグリでしょ。まずいだ、まさかとは思っただろうね、でもね。そうね。今までだってそういうことしてなかった。前科があったらって話になっちゃうじゃん。そうだね。前科があったらちょっとおかしいけど、前科がないから、みたいな。だってそんな、だって逆に考えて、じゃあ俺がレーベルの人間でだよ。上がってきた曲、チェックして、パクってると思って聞かないよね。まあね。これ年末最後にすげえの来たなって俺思ってたわけよ、ずっと。確かに。でもなんかさ、逆に言うとさ、なんか年末締めありあるある感をするよね。年末にさ、自分たちの仕事の振り返りをするじゃない。はいはいはい。そういう時にさ、なんか知んないけど、やたら埃が出る年ない？あるある。埃の、自分たちが仕事してても、やったら埃の立つ年ってあるじゃないですか。物理的じゃなくてね。そう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 、当たり前ですよ。そういう年だったのかもしれないよ。組織というものの自浄作用というかさ、うんうん、いうものが失われてたんだろう ね、 だね。でそれに気づかされて上のポストの人が一気に入れ替わってみたいな再生が行われる。そうそうそう。とあと大規模な多分棚卸しが行われると思いますよ。まあそうでしょうね。各おのおのレベルがやば、うちはないだろうなと思ってやるだろうね。うちはないでありたいと、だけどチェックしようみたいなのが始まって、変な話さ、歌詞のさテキストデータさえあればさ、あの類似してる文字列がさ検索できるじゃん今は、うん、簡単に、うん、だからそれを使って、ね、うん、そうそう、それで類似性の検索とかできるはずなんだよね。そうだね。それさえしなかったんだろうな。そういう文化がまだ根付いてないようなところだったのかもしれない、もしかしたらね。どうだ、でもまあ演歌ね、まあどこのちょっとレベルかあれだ、ね、古い地球人そうだね、古い地球人ですよだそれはあの音楽僕は作らないから、ただ脚本とか書くときに気をつけるよねやっぱりね。そうだね。
同じような展開にならないかとか、同じような言い回しを使ってないかとか、あえて使う時もあるじゃん。あるね。これはもうリスペクトですみたいな感じで、そうあるある、ね、あるから。だけど音楽ってまたちょっと毛色が違うじゃん、うん、その辺で感想を聞きたかったってのがあるんですよ、これね、フリートークの方でね。はあ、なるほどね。なんか真面目な話になっちゃいましたけど、まあまあ、まあまあまあこういったことのないように曲は作っていきたいですよね。うん、うん、そう、オリジナルアルバムの次のやつ楽しみですよね、ヤマトリンがね。そうだね、もういや、ね、頑張って作りたいんだけどね、いろいろ。もうどこにパクリがあるか一生懸命探すから、ね、それ一生懸命探すからそれ一生懸命探しちゃう。この忍者リバンバンで歌詞どっかで見たことあるぞみたいなのあるかもしれない、もしかしたら。あれね、すごくニッチだしもう固定の曲でしか使われないフレーズだな、それな。うん、まあ皆さんもね、あの年の瀬にいろんな音楽を聴くと思います。ちょっと一風変わった音楽の聴き方っていうのもまあこういう風に存在するんですね、まあ皆さんもあの残り限られた2015年をどう過ごすのか、改めて考えてみてください。はい、以上フリートークのコーナーでした。悔いのないように生きよう。いつでもどこでもリアルな体験、あのバーチャロボシリーズに待望の新作。なんと今回は GPS 機能を搭載、君の行く先々で新しい展開が待ってるぞ。リアル体感ゲーム、バーチャロボグレート土木建築、スーパー測量士も面白いぞ。やからダミーインカルトキュー、今日は二人いますよ。小便小僧は何のために小便をしているのでしょうか。ラブ&ピース、ね、そうです、すべては愛のために彼らは小便をするのです。ずるいよ。正解は導火線の火を消すためでした。このコーナーではヤマトリンに挑戦してほしいクイズを募集しています。クイズの内容、答えを記載の上、 RCB メール投稿フォームよりお送りください。合ってね。合ってるよね。合ってる、合ってる、合ってるよね。合ってるな。ずるいよ。ミュージックマニアックス、このコーナーはヤマトリン評論家でおなじみになっているインカネーション氏が、私ヤマトリンのアレンジ曲をレビューしてくれるというとても恥ずかしいコーナーです。任せなさい。またあのヒゲ生えてる人。そうですね、もう毎回何キャラで来るのかちょっと楽しみなんですけど、ちょっと今日弱かったね。今日はちょっとお控えめに、ちょっとキャラ作り、うん、あのね、うん、さっきのクイズ引っ張ってんのね。まだ引っ張られてるのね。引っ張られちゃってるから、ごめん、はあ、引力に、はい、昨日から本当俺に笑わされっぱなしじゃないね。もう本当にもうダメですね。今週のセクシーに続き、まあレビュー、あ、でも日をそんなに開けてないですね、今回レビューね。そうですね、ていうかね、もう制作のペースが早すぎて早くレビューしないと次が疲れてるんです、うん、ごめんなさい、はい、疲れてるんです。わ、はい、かりました。だってこれレビューしてもまだだってレビューしてないのあるからね。あるんだよ。そうあるね。もうだからもう固定でヤマトリンの曲紹介のコーナーになっちゃうかもしれない、もしかしたらね。そうだね、うん、だから今1ヶ月に1枚のペースでアルバム作ってるって異常事態だから、まだ2週に1回2曲ずつぐらいレビューしていいんじゃねえかっていう。それで固定コーナーにできるじゃねえかと思ってるんですけど、ね、あ、でもあれでそのぐらいのペースで作ってますね。今回は別の、ヤマトリンアレンジアルバムでございますね、うん、はい、今回レビューするのはインスパイアテクノ。これなんて読むんですかね、まあ、勝手にダブルオーガールズって呼んでます。あ、ダブルオーガールズ00って続いた俺の中でダブルオーなんです。まあ2000年代って意味ですね。そうですね、あの、決してガンダム00特化ではありませんので、じゃないですね、そこは申し訳ないですけど、トランザムじゃないです。そう、トランザムはしませんね、はい、2000年代のガールズってことは、エロゲ曲のエロゲ関連曲のアレンジアルバムでございます。珍しいですよ、これは飛び入りで作らなきゃいけなくなったミニアルバムなんですね、はい、経緯としてはどういう経緯で作られたんですか。あのですね、まあ、私が夏のコミックマーケット、はい、前回のコミケですね、コミックマーケット88に出店してた時に、私の大学の後輩がイベントに出てくれませんかと、うちの学内で同時に即売会やってますと、まあ、言うてたあれです、植え込みですよ、
この間レビューしましたけれどもね。税込みね。うん、その時に、はい、あの、作品に限定があるという話があったじゃないですか。ありますね。それで作ったやつで、はい、エロゲのその本家本元の会社が二次創作 OK ですよっていう太鼓判を押している作品のみで作られたミニアルバム。はい、でしかも制作の期間が1ヶ月しかなかったので、5曲入っているミニアルバムということで作成をいたしました。はいはい、なので今回は珠玉の5曲をこうレビューをしていきたいと思いますけれども、ね、結構ね個人的には質が高かったと思います。はい、鼻で笑ったぞこいつ、こいつ今鼻で笑ったぞ。よし、どんな素晴らしいレビューしてくれるのか楽しみにしちゃうぞ。今違う、そういう意味じゃない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 んだけども、はい、まず1曲目がいっていきましょうか、はい、じゃあね、よろしくお願いします。時間もあれですから、はい、はい、1曲目メロディーブラッド、はい、これはもう言わずと知れたタイプムーンの名作、メルティブラッドのオープニングテーマ、そうですね、あのアーケードでね全国展開までされている格闘ゲームの、はい、主題歌なので、まあ、エロゲ曲というわけではないんですが、まあ、エロゲ関連曲ではあるということで、はい、メルティブラッド、はい、収録させていただいてます。ほぼエロゲメーカーが作った、そうですね、これさ、これかっこいいな。どうだ、これはずるいぞお前。結構頑張って作ったんだぞこれ。これはね、あでもね今回アレンジだけど、これは多分ねこのアルバムの中で一番多分原曲に近いと思います、ね、そうだね、原曲に忠実ですねこれは。なんか原曲好きな人も楽しめるし、っていうかね、アマトリンの新しいまた一面が見れましたね。あのこういう曲はあなた合うのね。原曲がちょっとだるそうに歌ってるんですよこれ、はい、で、はい、それをねちょっとイメージしたらね、ちょっと気だるいアマトリンになったんですけど、やっぱ曲調にやっぱその気だるさがもともと合ってたので、やっぱりアレンジしてね、はい、原曲に近くアレンジして、そりゃまあ合いますよね。ちょっとあれだよ、ちょっと歌声だけ聞いたらなんかイケスカなイケメンみたいな感じになってますね。そうだね、まあ、いけつかない余計だと思うけど、まあ蓋を開けてみればただのおっさんなんですけどね。ただのオタクのおっさんですからね。そうですね。ただねこれは本当にこの3分30秒の曲ですけど、一番短いんですけどね、うん、あの一番の印象残ってますね。あ本当に、あよかったよかった、うん、これ伊藤最初に作ったやつかな、うん、これでも結構そのヤマトリの声を加工してるじゃない。そうだねこれは加工しないバージョン聞いてみたいですね。あ一回ね声部のライブでやったことあるよ。その時も結構これはあよくできてますねって言われたし、えこれ本当に自分で音源作ったんですかって疑われたからね。あんだ、そんぐらいのレベルよこれは。ちょっともったいないですねこれ。もったいないってなんだよ。このインスパイアテクノに入れてそのね、あのなんだ植え込みだけで出すのはもったいないですね。大丈夫ですよ、コミックマーケット出しますから。コミックマーケットで出るんですかこれ。出ます出ます。もうなんだよこの なんつーのこの出来ですか。まあ詳しいことはまた後で、はい、そうですね、はい、次に行きましょう。次、True My Heart、はい、これ初めて僕知ったんですけど、あ、じゃあ曲は知ってたよ、まあまあ、曲は知ってたんですけど、ナーサリーライムっていう、そうですね、18禁の、はい、完全にエロゲです、アダルトゲームの主題歌、はい、インターネット動画サイトニコニコ動画とかでね、はい、結構話題になった昔、はい、もう7年ぐらい前、懐かしいですね、懐かしい、はい、空耳が聞こえるということで、ただ曲自体はねそんな悪い歌じゃないんだよ、別に普通なんだよね、普通の歌なんですよ。まあその歌手の人のね歌い方にはちょっと空耳に聞こえちゃったってのもあるんですけど、あまりにもとんでもない空耳に聞こえてしまって、キシメンというあだ名で、あの、ね、ニコニコ動画で愛されていた。でゲーム本編は別にそんなに面白くなかったっていう、いやほら。そこは別に触れなくてもよいだろう。さあでアレンジの方に行きますけども、はい、レビューの方、うん、ね、原曲に比べてまあ電子音がメインの結構アレンジになってるかな。そうだね、でも原曲もかなり電子音が多いかな。多いね。そもそもそ、まあ、ちょっとそこ強めにしてちょっとテクノっぽさ出してるみたいな。そうだね、よりテクノっぽさが伝わりやすくしてあるっていうところ、うん、で曲調がなんかねふわふわとしてちょっと優しい、ちょっと丸い感じになってるんだよね。そうだね、それはそうです。ボーカルこれヤマトリじゃないんですよ、はい、違います。聞きゃ分かるんですけど、我らがあれですよ、ヤマト帝国 の、あの数少ない女性メンバーの森永ニーナさんが歌っていただきましたんで、はい、そう、彼女の歌声がこう優しい感じなんですよ。そうなんですよね、だからね、かなりマッチしてて、僕森永ニーナさんって、うん、まあラジオやったりとか、うん、普通に喋ってるところがメインで、うん、歌を歌ってるんですけど、そっちの印象ってあんまりないんですけど、そうだね、パッて聞いた時可愛い子の子と思っちゃったもん。なるほどね。危うく危なかったですよ、可愛いなこの子誰だろうって
これでもね ごめんねあのダスコごめんね結構森永ニーナさんにね無理難題を言ったし相当ボーカルに関しては口出したし、うん、ダメ出しして4テイクか5テイクぐらいは出させてて、ここまで行くのにかなりかかってます。あ、まあでもその結果完成形で私が可愛いなと思ったらもう勝ちじゃないですか。まあ、それなら良かったですね。あ、これはいいですね。な、彼女のこの歌い方は結構その訓練の成果かもしれないですけど、結構透明感のある歌声で、そうだね、うん、こういう女性ボーカルって結構珍しいんですよね。そうだね、なんかね我が強い人多いよね、女性ボーカルなんか主張が、声の主張がさ、結構ね俺主張強めが欲しかったの、アレンジが結構はっきりしてたから最初はね。あ、そうだったんだ。でそれ、うん、このボーカルが来て、あ、想定したの全然違う、どうしよう、とりあえずパワーボーカル系で来てもらわないとなっていろいろやってもらった結果、いろいろ集めたデータの中で、まあ、良いところをつないでいった時に、あ、これはもう透明感を押していくしかねえんだなってことになって、曲のアレンジちょっと直して、この状態になったんです。あ、でも正解ですね、これはね。よかったよかった。あの曲とボーカルがかなりマッチしてる一曲です。よかった。空耳は全く聞こえません、はい、だと思います。空耳にならないように気をつけてねって言った記憶があります。3曲目、はい、ミラージュララバイです。これはまあみんな大好き。いや、訂正しましょう、僕が大好き、僕の趣味枠ですこれは完全に、みんな大好きシャッフルの、はい、テレビアニメ化もされましたよ、空鍋で有名な、はい、はい、これも当時そこ含めだから掘り下げると長いから長い長い、もう DVD ボックス全部買っちゃったっていう話に行き着くし、こ聞いて、あ、ヤマトリンにかん、ヤマトリンにというかヤマトリンが作った曲にしては珍しく重いんだよね、うん、ああそうだね、すごく重くした、これは重い、超重厚感のあるアレンジで、で、まあ、バラード調の曲ってのも彼が書くの結構珍しいんですけど、うん、別に俺が書いたわけじゃないけどね。まあまあそうね。彼がアレンジするのは珍しくて、で原曲はね女性ボーカルなの。もちろんもちろん女性ボーカルです。そうだね。だそのこれを男性ボーカルに落としてるというか、アレンジをしてるせいでより重々しく感じるんですけど、原曲って結構これ同じように結構神秘的なイメージなんですよ。そうですね。をがもっとなんかね深いのよ。なんか深層林みたいな感じになってて。あ、それね俺のね狙ってるところがあって。これね、はい、実はね目指してた裏テーマがあるんですよ。これ裏テーマ久石譲さんなんですよ。あー、なるほどね。あの A メロの後ろでコーンって音がするの、はい、ここにね、はい、久石譲さん感をね俺はね徹底的に詰め込んだんですよ、この音に。そうそうそう、でね、そうするとちょっとねもののけ姫っぽくなるんですよ、不思議と。これは聞いてて面白くて、曲として、うん、あ、面白いなって。で原曲を聞いたことある人にこそ聞いてほしいですね、このアレンジ。あ、こういうアレンジの仕方ってあるんだなっていうのは分かると思うんでね、うんうん、こだわって作って、そうで原曲、あ、彼の曲結構聞いてます、あの山鳥の曲結構聞いてますけど、うん、正直言ってそのアレンジってのは原曲の枠からのそのなんていうのかな、振れ幅があるじゃない。あります、あります、もちろんあります。を超えなかったんですよ今まで。あ、なるほど。この曲結構超えてきたなと思って。あ、まあ男性ボーカルと女性ボーカルを入れ込みするっていうのは結構枠を超えなきゃいけない容量が多いんでね。 そこで普通あのやっぱり引力に惹かれたね、うん、古い地球人が寄せちゃうんですよ原曲に。なるほどなるほど。よりおそこを、うん、オリジナリティをもうちょっと出そう。なるほど、まあ、さっきの久石譲さん感もそうですけど、はい、っていうのは素晴らしいなと思いました。重力の井戸に僕は引っ張られてないと。引っ張られてスペースノイドだもんこいつは。お、なるほど、なりましたね。あ、いけちゃうね。聞いてて面白かったわ。よかった。結構この曲は心配してる曲なんですよ。あ、そうなんだ。うん、やっぱやっぱ重いのをさ、そもそも割と軽快なアレンジもあってね、この曲は。であとね、コード進行が結構ね、はい、不思議なコード進行なんですよこの曲。だ結構曲自体もね、普通にアレンジしただけでこうなっちゃって、はい、その久石譲さん感詰めるぞっていうのは意図してたんだけど、はいはい、他のね点々とした要所要所は結構放りっぱなしなところもあって、あ、どうまとまるかどう聞こえてるかがね不明な点もあったんです。だからそういう風に聞こえててよかったです。まあなんていうかな、ミステリアスで片付けられるというかねいうところがあるので、多分逆にね答えを出しすぎなかったのが正解だったのかもね。かもしんない。ちょっとぼやかしたのがかえってよかったかもしんない。なるほど、ね、これはよかったよかった、うん、はい、面白い。こういうのちょっと増やしてほしいですね。次の曲、クローバーハーツ。クローバーハーツ、クローバーハーツ、そのままクローバーハーツっていうゲームの曲ですね。ゲームの主題歌ですね。これも趣味枠で、これね実はね曲の選考の時にね、南雲直樹さんっていう
僕のかねてよりの、はい、深い友人とね、曲の選考したんですよ、はい、で彼がどうしても俺はこのゲームがとにかくもう人生で一番好きだという曲の主題歌なんです、これは、うん、あそうなんだ。で僕はこのゲーム実はあんまりちゃんとやってないんですよ、なんですけど、はいはい、まあ、ネタはねその友達からずっと聞いてるからね、ツインテールの双子の妹みたいなロリコが出てくるゲームなんですけど、その主題歌を男性ボーカル用にやったらちょっと行くところまで行き過ぎたっていう。そうなんですよ、これはねぜひこのアルバムの中で一番聴いてほしい。さっきのメルティーブラッド、一番最初のメルティーブラッド好きって言ったじゃないですか、はいはい、でもこのアルバムの中で一番じゃないんです。僕この曲が一番ですね、うん、そうだろうよ、なんでうんだそうだろうよなんでだよ、俺もそうなんだよこのアルバムのもうメインですよ、僕これメインだと思ってる、ええ、で知名度的には全然メインじゃないんだけど、全然メインじゃないですよただね作品完成度はねこれが異常に高いで、そうこれももともと女性ボーカルの曲で疾走感のある曲なんですけど、男性ボーカル用にアレンジして結構ロック感を増してるでしょ、ゴリゴリにロックにしてもらった。一回聴いただけだとこれがエロゲの曲だよって言われて信じきれない。そうそうそう、だってこれ別にさギュイーンって言ってモビルスーツの音がしても全然不思議じゃねえもん。そうだがやっぱそれが良くて、あーかっこいいなと、うん、ただじゃあここをじゃあエロゲアレンジするんだったらセリフ入れてほしかったなと思って途中に流れるオープニングって、あーはい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 、キャラクターのセリフねそうそうそう、はいはい、俺がやんの、そう全部お前がやるので全然違うキャラの振動屋になっちゃうよそれこういう曲をあなた作れるんだったらもっと作れよと思うもん。これねギター弾ける人がいないとダメなんですよ、これ全部ギター弾いてもらってます。あ弾いてもらってんだやっぱり。もちろん、なんとですよ、はい、声部の創設の頃ですね、はい、私と、名を連られて頑張ったアキラ氏と砂鉄兄弟なんと復活嘘、これ砂鉄で作ってるんです、かっこいいじゃん。あきらくんが何ギター弾いてんの。そうです、かっこいいじゃん、めっちゃうまいっしょ。いやうまいよこの人、いやいやかっこいいんだよ彼のギターは、俺大好きでさ。でねこれが決起になって今実はね2人であるプロジェクトを進めてるんです。へえ、それはまた交互期待。あこれ楽これってかっこよかった、これギター絶対打ち込みじゃねえと思ってたもん。全然もうがっちり弾いてますよ、絶対打ち込みじゃ。でもヤマトリンこんなギターうまかったっけって思ってそもそもエレキ持ってないしそうだ、あいつアコギだけだったろうと思って買ったのかなとかも思ってたんだけど、あアキラさんなんですね。プロのギタリストが入ってますからこれは。そらいいアレンジだ、当選ですよ。チャット送っとこう俺も。クローバーハーツのギター良かったよって。これは本当にね、でねなんと恐ろしいことにこれを勧めてくれたその名古屋直樹さんは、うん、いやこれは良かったと、うん、すごい良かったとありがとうって言ってくれて、うんうん、で彼ね実はねもうあまりにも作品が好きすぎてスタッフの人と仲良くなっちゃってるらしくて、あ、そうなんだ。なんかね。ええ一説によるとね制作スタッフが聞いたらしい、これを。あ聞かせたんだ、はい、でねこれをね歌ってた原曲のアーティストもなんかどうやら聞いたんじゃねえかっていう説が流れてて、おなんかちょっとドキドキしてるちょっと面白いなそれ。 YouTube に上がってっからさ、もう俺ぜひ感想を聞きたいよね、こんなアレンジしたんだけどみたいな。でアレンジするやついないもん、あんまりこの曲いない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 、珍しいもんでね。いやよかった。さあ全4曲ってことでね、はい、いやあと1曲ありますよ。あるんですか、もういいもうさまあいいや、最後行きましょう、はい、最後行こう。5曲目ラスト、キシメン、はい、キシメン、さっき言ってたそのトゥルーマイハートが空耳聞こえるねって言って空耳バージョンの、はい、歌詞で、さっきの女の子じゃなくてヤマトリンが歌ってるバージョンです。はい、ごめんこれだけちょっとレビュー放棄していいかなもう放棄します、これ実際聞いて確かめていただきたい。そうだね、久々に聞いたわ空耳の歌詞は。面白いでしょ。ひどい、ひどいでしょやっぱね何年かぶりに聞いてもこの歌詞ひどいわ多分ね一言でもここで喋れないもんその歌詞そうだね、あのねまあまあアレンジはねいいとしてね、うん、アレンジもいいですけど、あなたが楽しそうで何よりですってだけですねこれは。そうだね、これは俺も楽しく歌ったもん本当にお前さ、あの一つ聞いていいかな最後どうぞ。聞いていいかな、この5曲目俺が真面目にレビューすると思った？いや全然思ってないよね。全然全然、そもそもだってこれお化けだもん。そうだよ、完全にボーナストラックだもん、まあこれかと
と思って最後これなんだと思ってちょっと面白かったけどね。まあね、うん、だでもね俺ねこの5曲のね組み合わせや曲の流れは完全なものだと思ってるよ、うん、完璧だね。完全にあ4曲目終わったなフィナーレだなって思ってあなんかおまけもついてるなって思っておまけ食いでずっこけておしまいっていうオチまでついてる感じね、うん、素晴らしい。そう起承転結がはっきりしてるアルバムって珍しいね。そう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 起承転結おまけだからこれそうおまけ最後ねエピローグまでついているという、うん、ちなみにこれ1枚いくらなんですか。500円です。コスパ高いなこれこれ本当にいいですよ皆さんマジで、ええ、コミックマーケット行く予定ある人、うんこのインスパイアテックのダブルオガールズ、はい、インガネーションおすすめです。今年一番のおすすめです。あ本当に、はい、あよかった。これ一番の本当に一番のおすすめなんで皆さんぜひお買い求めいただければと思います。ぜひ来てください。いやこれはよかったわ、うん、これだって、うん、別にレビュー関係なく聞いてるもん。あそうこのアルバムをってこと。そうアルバムを。あマジで、うん、そんなによかったよかった本当によかった。あ彼のアレンジってここまで来たんだって思うわ。いやー腕上がったでしょ。上がった。最高点を更新し続けてますねとは言ってたんだけど、うん、またね今度ねテーブルが一つ変わったねポンってあなんていうのかなそのランクが上がった感じだよね。あレベルが上がったというよりかは。なるほど。あクラスチェンジしたなこいつみたいな。戦士からナイトになったなみたいなだからね結構進化したヤマトリン、うん、なんか聞けるいい一枚だと思います。これは頑張ります。頑張ります。なんかありますかこの作品について感想みたいな。いやエルゲもね完全版出したいんですよ、はい、もし完全版を出すとしたら、はいはい、鬼神騎士王デモンベイン、うん、入れたいあ入れます。デモンベイン、マブラブよりアスエル方向入れたい、はい、あいい、うん、そうでそれであと5曲作るフルサイズの10曲入ったやつを出したいと思って。それかもう1枚5曲のアルバムを作った。あなるほどね、本日はインスパイアテクのダブルオーガールズのレビューでございました、はい、以上ミュージックマニアックスのコーナーでした。また来年。そうだね。そばにいてくれたあのピカラホイがいためき始める。現代の科学を超越した本物の未来を君に。据え置きハードとは思えぬコンパクトかつインパクトのあるボディ、他の追随を許さぬ情報処理能力、それに加えバニーが発売した過去のハード全てとの互換性を持つ驚異のスペック。プレイターミナル4、電脳遊戯はこの1台で劇的に変化する。今週のインカネーション。寒くなってきましたね年の瀬ということで、早いものでも今年最後の放送なんですけれども、先日モンスターハンターの新作が出ましてですね、モンスターハンタークロス皆さんやってますかね。多分相方のヤマトにはやってないと思うんですけど、僕らの知り合いはみんなやってて、でやっぱねあれいいなと、オンラインゲームっていいなって思うときは多々あるんですけど、モンスターハンターっていいなって思うのは結構一般の人もやってるんですよ。だから今まであんまり交流のなかった会社の人とかと交流を取るためにモンスターハンターでそのなんてコミュニケーションを取ることができたり、疎遠になっていた地元の友達とモンハンを通じてまた仲良くなるとか、新しい形でのコミュニケーションツールだなと思いましたね。ゲームの新しい発見があったここ1ヶ月ぐらいです。みんなも一狩り行こうぜ。今週のインカネーションでした。お疲れ様でした。あっという間でしたね。ええ、本当に恥ずかしさであまりにも時を忘れるぐらいでした。こんな恥ずかしいことあった？いや全然ないでしょパフォーマンスでしょあなた、そういう気持ち悪いパフォーマンスでしょあなたのそう今年最後の放送なんだよ。なんかもう僕ねコミケが終わらないとその年は終わらない感じだからさあそうですか、うん、だって次の公開が25日ですか。1月の8日ですよ。随分先だね。先だね。もう大丈夫、今年やり残したことない？ないかな。あ本当。どうしてもやっぱりね片付けってできないね俺。あそっちのその手の話、やり残したことだからね人生の中ではあ
人生レベルでですか。そうですよ、仕事だけじゃないです。人生の片付けが済んでいない。済んでない、まだまだ死ねないぜと。まだだ、まだじゃ、まだまだ死ねんのじゃということです。なるほどなるほど。これだいぶバラード調の曲バックかかってますけど。そうですね。あ、これコミケで販売する新作ウルトラマンパワードです。これなんだって、さっき聞いたけどオープニングなんだって。これそう、これオープニングです。オープニング、エンディングだろこれ。いや、エンディングっぽくなってるでしょ、アレンジしてるんですよ。あ、そうなんだ。はい、じゃあ知ってる人もうわこんなアレンジなんだと思うんだ。これ本当そう思うと思うよ。収録日の話なんですけど、ああ、はい、にゃにゃ、このペースでいくと元旦とかに撮るの俺ら。そういうことになる。何、一緒に初詣でも行くじゃん。ふざけんなよ。一緒に明治神宮行こうぜ。コミケで疲れてんのに。いいんじゃない、1日とか2日行けんじゃん。あのね、家族とね、のんびりする時間ちょうだい。仕事だろう、仕事。いや、皆さんも良いお年をね、お過ごしいただいて、はい、あの、風邪とか流行ってて、今年の風邪なんか長引くそうなんで。ほんとそうだよね。うん。ちょっとな、ちょっとね、立ち悪いんでね、立ち悪い。ちょっと気をつけていただいて。あのね、ボーカリストには致命的、鼻と喉に来るのがしかも長い。長い。うん。咳とかもすげえ出るもん。そうそうそう。ああ、僕も風邪ひいてたんでね。まあそんな体に気をつけて、ね、来年も RCB どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで告知いきますか。告知たっぷりありますよ。はい。2015年コントもうすぐでございます。コミックマーケット89、3日目大和工房参戦いたします。サークル配置は3日目の12月31日東サンホール区35A でございます。そしてそして、2日目こちら委託します。12月30日東4ホール目 24B ライダー必殺拳さんに委託、私山鳥もいます。まあ、そこで新譜のウルトラマンのインスパイアテクノ、こちらの1、2と、出展予定ですのでよろしくお願いします。あと、まあ、私の声部の部員ページにですね、スカイプの連絡先が書いてありますが、もし事前取り置きと、しておきたいという方がいらっしゃれば、そちらの方から連絡いただければ事前取り置きをするという、あの、非常に身内向けのシステムがございます。まあ、もしこれ聞いた方で、まあ、もうこれ聞いてくださってる方は我々の身内です、ファミリーです。ぜひ、あの、僕のスカイプのアドレスをそこから持ってってですね、連絡ください。取り置きします。まあ、30日に全ての物品持っていかないんですよ、委託なので。なんですけど、もし30日にしか行かないよ、でもこの CD が欲しいよっていうのがあれば、30日にその、あの、取り置いた分だけは別に持っていって、裏メニューとして、販売もいたしますので、よろしくお願いいたします。そしてそしてピクシブレンドダウンロードサイトブースにて販売額700円で、大和帝国制作オリジナルボイスドラマ、レディバードガールドバックシードドッグのサントラック、そして私ヤマトリンのオリジナルアルバムステップバイステップダウンロード販売中です。詳細ヤマトリンオフィシャルブログチェックしてください。当番組各コーナーへのお便り、番組へのメッセージはメール投稿フォームからお寄せください、はい、せっかくなんで、はい、今年最後の締めぐらいイカさんにお願いしようかな。はい、各コーナーへのお便り、番組のメッセージは言ったって言ったから。あ、言った、そこじゃない、そこじゃない、言ったから。あ、言ったか、そこじゃなかった。さあ、2015年今年1年も、コンプレックスブラザーズ我々ね、ご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。来年ももっととんがったね、陰々滅々とした放送を続けていきたいと思いますので。そうですね、ぜひともリスナーの皆さん、はい、元も応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今年最後のラジオコンプレックスブラザーズ、28th コンプレックスメルティーブラッド、これにて終幕。また来年、さよなら。さよなら。今週のセクシー。こんばんは、リンネさんよ。こんばんは。今週おすすめのセクシーの発表です。年末シリーズ、年末だからね、女子アナ。女子アナ、女子アナ、うん、
女子にも穴があるんだよな。また来週。また来年。